だわってらっしゃることって何か。こだわってること、そうよね。まあ、この お父さんのお味を代々守ってるっていうか、うん。全部手作りですよね。そう、全部手作りです。ね、はい。もう余計なものは、まあ入って、うん、ないです。はい。安心ですね。だから天ぷらも、そんな添加物とかそういうのが入ってないので、はい、まあ、なるべく早く召し上がっていただけたら。この天ぷらでおでんしたらめちゃくちゃ美味しいこと。そう、炊いても炊いても崩れない。うん、美味しい鍋。天ぷらびっくりしたことも。